ショーヘテリーゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、ショーヘティビー T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグローブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。ショーヘティビー T シャツにバッティンググローブをプレゼント中、皆さんコメントお待ちしております。はい、どうも、りょうへいです。りょうとです。はい、お願いします。はい、ということでね、こちらのグローブ、年始にね、前原スポーツさんで購入させていただいたグローブなんですけれども、その前にちょっと手を怪我してて、もはやね、撮影にすら来れないような状態だったので、まだ使用感レビューがまだできてないんで、これもね、俺もほぼ使ってないんですよ、まだ。使える状況になかった。はい。で、手の方もまだ痛いし腫れてるけど、握れるようにはなったんで、まあリハビリ感覚でちょっとずつやり始めていこうかなといったところで、ちょっとまあキャッチボールだったりもして、どういう感じのグローブかっていうのを、レビューしていこうかなと思います。で、僕がまずやった感じなんですけれども、スラッガーさんにしては結構珍しく深くタイプのグローブで、ただ大きくはないんですよ。MP3 型だったかな、確か。手が小さめな方向けの、グローブで、元々の手袋がちょっと小さい。僕手めちゃくちゃ小さいんですよ。23センチバッテとか。小さいです。そう。なんで、まあ、ちょっと手袋小さめのでも全然僕自身は大丈夫かなっていうのがありますね。今こうやって握った感じ、全然感覚も揺もみをしてくれているので、大丈夫ではあります。すごい柔らかいので。まあ、一つちょっと気になるかなっていうのは、スラッガーさんが元々親指芯が特殊なんですよね。硬いっていうか。太いっていうか、そういったところがまだちょっと親指こっちを柔らかくしていかないといけないかなっていったような形で、まあでももう少しでもすればいい感じのグローブになるんじゃないかなというのはあります。まあ、なんでちょっとキャッチボールとかもやっていこうかなと思います。それではやっていきます。柔らかいんで全然大丈夫です。最初の硬さはね、あっ、ちょい取れます。全然今も、やっぱスラッガーさん特有のポケットの作り方っていうのかな、ここよりかはここ、牛のマークらへんの方がやっぱ音は鳴りやすいかな。うん、ここで掴む、ここがやっぱ全部入らないんで、ここで掴むって言ったのがやっぱスラッガーさんだなって、はい、感じがします。あれ見てないでしょ。音もいい。室内だからつまるけど音もいいです。かまどしもやっぱ下の分探しづらくていいのかなって。広いですね、あのポケットが。そこの点は、まあ、もっと柔らかくなって自分の手に合っていけば、かなり球出しももっと速くなるんじゃないかなと思います。超シュート、うん、で、でかすぎない、やっぱりいい感じの大きさで、ちょっとまあ手袋が小さいから、こういう風な動きも、手首の動きもすごいしやすいです。どうした、ごめんね、やってる方だ、無人国変革。はい、じゃあ、あんま内野守ることもないですけど、軽くノックだけやっていきます。じゃあ、お願いします。どうもーいいです。カット多分これ拾ってるとカットになる。ハンドリング、やっぱ軽いですね、スラッガーって。あー、今くるっと
した。お疲れ様でした。本当に久々に運動したから野球って楽しい。キャッチボールの使用感はもう全然つかめるなっていう。ちゃんとパシーンでも取れるし、ここにもポケットがあるから別に送球もここで取れるんじゃないかぐらい。まあゲッツーとかはしやすいのかなと思います。サードだけどって感じで、ノック受けた感じに僕自身が腰上がるのが早い。だからトレジャーが結構かなり大きいグローブなんですけど、それに比べたらやっぱ一サイズぐらい小さいのかなのがあるので、そこは腰浮いちゃった時に練習そうするしかない。このままいければいいと思う。浮きがなくすっていう。そう、まあそれはね、あのトレジャーにも生きることだから。まあトレジャー抜かすぐらい、むしろこっちのグローブ使えた方が上手くなった上手くはないと思う。そうそうそうかなって感じがするので、もうね、あとは本当にさっき言った親指の利きをもっと良くしてやっていくのかなといったような感じです。なんかちょっとはめてみる。ていうのとスラッパーあんま使ってない。あ、でも自分だったらこれはもう普通に使います。あ、で、柔らかい、とんでもなく柔らかいのが好みなんで、まだちょっともうちょっと柔らかくしたいなっていう感じ。小指結構効いてるからいいのかなと思った。そう、小指は効く、めちゃくちゃ。だからこういう掴み方をする人にはいいのかもしれない、うん、こういう掴み方をする人にはもうちょっと時間がかかる。こういう感じ、ね、そうそうそう、僕がこういう方じゃなくてまだ親指を使う方なんで、もうちょっと頑張ります。はい、で単純にこれで守備練習しとけば上手くなりそうなんで。上手くなります。深いけども土手でやっぱ取るじゃん、手のひらで、うん、まあ、それがスラッガーのいいところなんで、いや、そうすれば、まあ、普通にスラッガー使ってると上手くなりそうだっていうのもあるんで、これで練習していきます。頑張ってください。はい、ということで本日はこちらのマイハラスポーツさんで購入したスラッガーやっとレビューができるようになったのでレビューの方させていただきました。マイハラスポーツさんのインスタグラムは概要欄にあるので皆さんチェックの方よろしくお願いします。よろしく。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。